なんか臭くないですか？排気ガスがなんかこもってるような。お前ちょっと匂うな。トンネルの排気システムが故障したのちゃうか？この高速ができたから随分経つもんな。この古い高速道路沿いに位置するリトマ町では、ここ数日の間に発生した霧によって樹木が枯れたり、コンクリートが溶けたりする怪現象が起きていた。爆弾か？いや、そんな大げさなもんじゃないですね。え？爆竹です。爆竹？誰や、こんな痛…バカ、やばい。バカよ。ああ、お前ら逃げろ。おい、ちょっと待て。ほら、待てったら待て。今度たらただでは済まさんぞ。堀井さん。え？あ、これが霧で枯れた木ですか？山でやられたみたいや。ガッツの隊員2名撃墜。この雄也様にかかりゃガッツの隊員だって一コロよ。なんだ今の、聞いたか？兄ちゃん怖い。火事だ。これが霧で腐ったり
枯れたりしたものの一部です。なるほど、やっぱり山にやられてますね。人に被害は？今のところまだ被害はありません。あ、そうだ、写真もあります。あれ、おかしいな。なんや、停電か？あの怪獣を見たって子供たちが。なんやて？あ、お前ら、君たちが怪獣を見たのか？見たのは白い煙だけだけど、聞いたんだよ、怪獣の鳴き声を。白い煙？うん。酸性の霧か？怪獣なんて嘘つけ。嘘じゃないや、本当だ。なんだこいつ、揺れてやがるぜ、弱虫。怪獣はどこでありますか？あ、この少年たちが。ん？あ、あ、あ、こいつだ。鳴き声を聞いたって。この3人、この辺りでは有名ないたずら小僧でありまして、で、特にこの草薙優也、こいつはとんでもない悪ガキであります。お前たち、嘘じゃないだろうな。このガッツの隊員の方々はお忙しい方々なんだ。怪獣がいるなんて嘘をついて迷惑をおかけしたら。違うよ、本当に聞いたんだな。あ、うん、兄ちゃん嘘つかない。それ何の装置？無線や、無線。なんだ、ただの無線か。熱い、窓開けて。え、窓？これは？なんか秘密のボタンだ。バカや、しゃあな。このボタン、ガッツのトップシークレットや。教えてくれよ、ケチ。そうだぞ、ケチケチ。大阪商人のケチ。あと？ドッケチ。お前らな、こちゃこちゃ言わんと黙って。まさのボタン、これ？二人でハモりやがって、ほんま。ちょ、黙っとけって。何がかっこええや。お前らな、こんないたずらがしとうて怪獣が出たやなんて言うたんか。違うよ、怪獣の話は本当だよ。あの音、なんや、もがり笛やん。風で電線が鳴ってこんな音が出んねん。もっとすっごい音だったんだって。そうそう。しかし、なんで電線が切れてんねん。知らないよ。知らない。あ、またお前たちか。このタコ、お前たちのだな。ここでタコ遊びするなと言ったろ。とうとう電線切れちゃったじゃないか。違うよ、電線切ったの俺たちじゃないよ。そうか、怪獣騒ぎはやっぱり。違うって、本当だってば、信じて。もういいよ。酸性の霧の原因はリトマ町の地形に関係があると思います。この高速道のトンネルの排気ガスが何らかの形で蓄積されて、それが霧になったと考えるのが一番理屈に合うでしょう。まあ、とにかく被害のサンプル持って帰ってますから、まもなく原因は分かると思います。以上です。まるで20世紀の酸性雨みたいね。もう公害なんてない時代なのにね。公害か、懐かしい言葉だな。どうしたの？いや、オリ、大吾。はい。これはどういうことだ？デラムが発射したレーザーで看板を爆破されたと被害届が出されてるぞ。え？デグナ砲を撃ったの？どういうこと？いや、それは…すいません、その被害届貸してもらえますか？一旦謝ってきます。おい、大吾。オリ、
明しろ。怪獣を探すの？臆病だな、ジンは。嘘つきとか弱虫とか言われるのと怪獣、どっちが怖い？大丈夫だよ、俺たちがついてる。あの音だ。あれ何？きっと怪獣の住処だ。車の排気ガスの匂いだ。いびきみたいだね。寝てんのかな。じゃあ起こそう。ゆか。トイレは口く触っちゃいけないっつったろ。火つけてないもん。出てこないね、怪獣。結局大人たちが言うように、怪獣なんて最初からいなかったのかもな。なんだつまんないの。ほんまのことを言うてたんか。アホやな俺。待ってください。その怪獣、くれぐれも気をつけた方がいいです。どういうこと？そいつ、おそらくかなり強力な酸を吐きます。安全だ。動くんじゃないぞ。勝手にボタン押すんじゃないぞ。いいか。怪獣のこと嘘じゃなかったろ。ああ、だったら信じてくれてもいいんじゃないの。そうだったな、悪かった。君たちを信じる。大丈夫かな。頼りなさそうだけど。俺たちを簡単に信じるんだもんな。うん。あ、ゆかちゃん。ゆか、大丈夫か。お兄ちゃん寒い。あっち、すっげえ熱だ。子供たちの言うことを信じとったら、もっと早う対応できたのにな。手伝いましょう。触んな。今日はアルカリア、メガ、こいつをこのみたいに詰めて奴にお見舞いしたら酸が中和される寸法や。中和？そやけど、もっと濃くせなあかん。
町を破壊されないように奴を引き離す。こっちに注意を向けるんだ。なぜ高速道路を？第五隊員、怪獣は車の排気ガスを餌にしてるんだわ。車を捨てるように町民に指示して。しまった、子供たちが。鳴き声だ。近づいてくる。暑いよ。あのダイゴとかいうガッツの隊員どこ行ったんだ。逃げようよ。部下を置いて逃げられないだろう。させたな。オリースペシャル中和台じゃ。聞いてくれよ。これでも食らえ。
ゆかちゃんすっかり良くなりましたね。ああ、怪獣並みの元気さやな。でも排気ガスを吸って育った怪獣がなんで今になって大害っちゅうのは何年経ってもその影響が出ることもあるっちゅうこっちゃな。20世紀に汚した地球に子供たちはずっと住まなくちゃならないのか。そやな。ま、多少のいたずらも多めに見てあげようか。この悪ガキが。待てこら、こら、に現れる謎の天使、大空に浮かび上がる地獄の門、弱さを増したキエロイドが再びウルトラマンティガに挑戦する。次回ウルトラマンティガ悪魔の審判、お楽しみに。